全面に、新ロゴを表記した、ABT122 型低小制御客車、ザンクトガレンにて2007年3月1日撮影アッペンツェル、鉄道は、アッペンツェルアウサーローデン順州、ヘリザウに本社を置き、同州とアッペンツェルインナーローデン順州、ザンクトガレン州に路線を持つ、スイスの鉄道会社である。アッペンツェル鉄道路線図2006年に合併に、 関係する会社の間で結ばれた協定により、2006年1月1日に、遡って、旧アッペンツェル鉄道、ロールシャッハ、ハイデン登山鉄道、ライネック・バルツェンハウゼン登山鉄道、トローゲン鉄道が合併した会社である。合併に際しては、九州合併の形態が採用され、より大きな会社であった旧アッペンツェル鉄道がそれ以外の会社を吸収し、 法的には1886年に設立されたものとなっている。1886年に設立された当初のアッペンツェル鉄道についてはアッペンツェル鉄道を1989年に合併して誕生したアッペンツェル鉄道についてはアッペンツェル鉄道をそれぞれ参照。アッペンツェル鉄道の運営する路線としては以下のような区間がある。 アルトシュテッテンシュタットの駅は、スイス連邦鉄道のアルトシュテッテン SG 駅とは、離れた場所にあり、RTB ラインタールバス330番系統が、両駅間を、所要6分程度で結んでいる。トローゲンから、アッペンツェル・アウサー・ローデン・ジュン州・シュパイハー、ザンクトガレン、アッペンツェル・アウサー・ローデン・ジュン州・トイフェン、ガイスを経由してアッペンツェルまで。 直通列車を運行できるようにするために、ザンクトガレンの市内にメーターゲージ路線を建設する計画がある。しかしながら、これを実現するためには、ザンクトガレン市内にある、ラック式鉄道区間を、粘着式運転へ切り替えなければならない。リートヒュスリー駅からトンネルでゲルテンビラー通りまで降りて、来る路線が提案されている。地上での新路線建設や原路線の勾配を、 克服できる車両を購入する案は、トンネル案に比べてメリットがないと判明している。新しい直通路線は、旧トローゲン鉄道の最新の電車を用いて運行される予定である。直通運転をできるようにするために、ザンクトガレン、トローゲン間の区間については、現在の1000ボルト直流電化から1500ボルト直流電化に昇圧しなければならない。また、 ザンクトガレンアッペンツェル間については、ザンクトガレン市内の通りの路面電車に適合した分岐器を細いフランジに対応したものに改造しなければならない。しかしながら、従来の幅広のフランジを備えた車両の通行可能性も保証しなければならない。現在、このプロジェクトの予算は合計8000万スイスフランと見積もられている。さらに、 連邦のインフラストラクチャーに関する基金からのかなりの支出が期待されている。これに加えて直通路線計画はまず地域共同体の計画に採用され、そしてその計画が承認されなければならない。今日のアッペンツェル鉄道は以下のような過去の合併会社から構成されている。それぞれの会社については各項目を参照のこと。ありがとうございます。